えー、私はうつ病になって、えー、周りの人の目が怖くて、電車やバスに乗れなくなってしまいました。どういうふうに意識していけば乗れるようになるでしょう教えてくださいということですね、まああの。まずその薬物治療をしっかりや,やると、ですねあのその恐怖感って減ると思うので、まずその治療、うつ病とかですね原子疾患の治療をしっかりするということかなと思います。で次はですねまああの 意識の問題といえば意識の問題なんですけど、あの暴露療法をするのがいいと思いますね。だから、いきなりその大勢の人のに見られるの場所に行くんではなくて、まずは駅に行くとかあのから始めるとか、電車も長く乗れないので、一駅から始めるみたいな形で、徐々にその乗れる距離を増やしていくっていうの方がいいのかなと思いますね。結局、周りは何も気にしてないので、あのまあ、 気になってるのは今自分がちょっと弱ってるからこう周囲に過敏になってるんだなとか被害的になってるんだなというふうにまあ客観的に見る癖をつけたらいいんじゃないかなと思います。はい、うん